to keep up that height, if possible. Can you see now? ここが短くなったらダメなんです。ほら、この。Then as I stretch my legs, I stretch my hand. で、足が伸びると同じように、ここはもっとぐっと伸びてくるはずです。Then when I jump,I open my chest. Can you see now? 胸をぐっと開きます。ここで肋骨を開いて。そして、あの90度から上は胸を閉じて、それでまた開くわけです。Then both the toes will be in the climb. で、指先がその線の真ん中、指先じゃない。I come by ascending the chest. Can you see now? I don't collapse my ribs. Those who come straight. 降りるときには肋骨は開いたまま。Then そしてあの腰からぐーっとねじるんです。で、こっちの前側の足はこっちに伸びて、背中は向こうに伸びるわけです。これダメです。膝がこう前に来たら。This is lazy yoga. これは怠け者のヨガです。This is active yoga. これが本当に活動してるんです。感情的なショックを受けたとき、そこは痛くなります。なぜでしょう。どこにそういう分かりますか。本当に皆さんどこにねその太陽神経層があるかということを具体的に知っていますか。人がそただ言ったからって信じたらいいっていうのがヨガじゃないです。中のミッドブレーン、中脳でその感の感、その喜びや悲しみを感じます。その中心の感脳で、リズノとノはニュー、あれそこの中心と、それからこの太陽神経層が、Excuse me, should be on the vertical line? この太陽神経層の真上にその感応っていうのが来なきゃいけないわけです。わかりますか？でどのあのポーズをやってる時もね、そのこの観音の中心があの太陽神経層と一直線上にあるかないかということをチェックしながらやらなければいけません。上が月の神経層で下が太陽神経層。あの後ろに沿ったり、あの逆逆立ちになるポーズは月の上の神経層から下の方に送るんです。で立ってるときはその逆です。で立ってる時にはそれが逆に動くわけですから、自分の心理状態に応じて、あのその月の方のねがこう異常に興奮した時は、それをもっとポーズによってその異常を、そのエネルギーの流れを、あの太陽神経層の方に持っていくようなポーズをするわけです。皆さんが頭がこういうふうに後ろに行くと、でそのあ頭の中心をこの太陽神経層の真上に持ってくるようにします。そしてあの腰からぐーっとねじるんです。I stretch this backwards.
で、こっちの曲げた方の足はこっちに伸びて、背中は向こうに伸びるわけです。これダメです。膝がこう前に来たら。This is lazy yoga. これは怠け者のヨガです。This is active yoga. これが本当に活動してるんです。